はい、こんにちは、VUJ です。今日は8月20日、土曜日、朝9時半です。今日はですね、念願のハムフェア2022、開催なんでね、東京ビッグサイトにやってきました。結構行列できてると思いますね。はい、私はゆっくりめでね、まあ一応会場前には来てますけど、はい、新製品とかね、いろいろ出てるみたいなんで、楽しみです。やっと入場です。アイコンに来ました。 IC905 出ましたね。これは、はい、何メガで送られてるの？この間はですね、ランです。おお、あ、これはい、あの、今の後は受け付けております。アイコンに立っているんですけど、すいません、アンテナ H24 と H56 って利得どれぐらいですかね？はい、まだちょっと公開できるスペックが決まってないんです。あ、そうですか、わかりました。はい、情けないです。八重洲ブースに来ました。アクセスすることで、そのチャンネルは小入り高濃度の温泉地に表示周波数を中心にしたら変異調理ステレを採用しています。周波数表示や通信モードが登場する。なんかアウトドア風で車両つですね。 FT710 最新製品。ベースノイズ特性はマイナス 143dBcパーヘルツ に達しています。音信除去機能においては、2ビット不動小数点 DSP を採用。シフト、ワイズ、ノッチ、コンツアー、快適な運用が可能です。遠隔地からのリモート運用以外にも、家庭内ランに接続して車中から。はい、ケンウッドさんブースです。ジャクリンですね。そうだ、こんな。ありがとうございます。はい、第一連覇さんです。巨大型アンテナチューナー結構大きいですね。お、2.4 氷にアンテナ。価格は9.2。アルインコさん。アルインコ
こさんは受信機ですね、デジタルの DJX100。 天気がフラットですね。さて、おっ GHD 機前変えましたね。おリゴールがあるじゃないですか。リゴール、リゴールですね。そんなにミスじゃないですけど、それなりには混んでますね。お、オスモウェーブさんがありますね。トランスバターな。お新型。はい、1万円からです。先行販売。さあ、クラブブースが、はい、あ、シーキョンさん、あ、日英無線ですね。ヤマト無線。こんにちは。どう J1VUJ カートです。いつもなんか何度かゲストさせていただいてます。ありがとうございます。CTV です。あ、川内さん、はじめまして。こんにちは、キトクイトです。はい、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はいはい、しょうがないけど。お、なんか懐かしい測定っていっぱいありますね。自作品コンテスト。100周年に向けまして、じゃあもうですね、もう頑張ってまいりたいと思いますので、先生一つよろしくお願いしたいと思います。はい、今ね、社会貢献でアマチュア無線というのも制度改正なんてね、言われてますけど、やはり 3.11 の東日本大震災の時に、本当にあの頃のインフラは電話がほとんど通じなかった。その時に唯一つながったのがアマチュア無線でして、ありがとうございます。いやー、入場チケットをね、落としてしまいました。そっくー、もう一回出るとね、入れないんで。いや、お金払えば入れますけど、参ったな。
会場内がね、ペットボトルとかね、ジュースの自販機がね、ないんですよ。どうぞカラカラなんですけど。これは参った。さあ、西館の屋上に向かいます。おお、アンテナタワー立ってますね。ここでね、1200を運用してみたいと思います。はい、準備ができました。 DJG7 手持ちであります。1200です。さあ、さすがにハムフェアなんで1200は誰かいるでしょう。あ、でも誰も聞こえないな。誰も聞こえないな。とりあえず CQ 出してやってみます。ハロー CQ1200、ハロー CQ1200。こちらはジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1、JE1VUJ ポータブル1、東京都江東区、ビッグサイトからの運用です。購入環境ございましたらコールください。こちらはジュリエットエコー1、ビクターユニフォームジュリエットポータブル1受信します。ポータブルはどうぞ。はい、ありがとうございます。先日もね、コンテストありがとうございました。こちら JE1VUJ ポータブル、はい、東京都江東区ね、ビッグサイトの西館屋上からやってます、加藤です。はい、59です、どうぞ。はい、こんにちは。同じく59、会場の近くからです、どうぞ。はい、ごきありがとうございます。はい、今日ファンウェアでねやってきまして、はい、午前中ずっとね決まって疲れたんで、はい、西館の屋上でねお世話やろうかなと思って、やってました。はい、またね、なかなかねちょっと離れてますけど、距離で最近ね、はい、コンテストまたね繋がりました、よろしくお願いしますね。はい、ありがとうございました。またお願いします。ジュリエットリマー1ポータブル1。はい、コールありがとうございます。レポート次回お送りしますね、よろしくどうぞ。はい、了解です。はい、こんにちは、ピックアップありがとうございます。こちらからレポート59、ちょっとあの手持ちなんでね、あの触れちゃってると思いますけど、59を送りいたします。会場内のブースから出ております。こちらも59を送りしますね。はい、今日はね、ずっとね午前中歩き回ってね、もう疲れたんでね、はい、休憩ということでね、外でね無線やってました。はい、カードこちらからもねお送りしておきますね、楽しまれてください。ジュリエットゴルフ1ポータブル1。はい、いつもお世話になっております。こちら JE1VUJ ポータブル1、はい、東京都江東区ね、ビッグサイトのね西館屋上からね、加藤ですね。はい、レポート次回お送りしますね。こちらでは51ですね。はい、同じく江東区は駐車場の中です。南館の駐車場2階の中から出ております。電力誰か出てるかなと思ったら、ウィジアさんの声かけました。51です、お疲れ様です、どうぞ。はい、51ありがとうございます。こちらから5252ですね。はい、私も手持ちなんでね、ちょっとフラフラしてるかと思うんですけどね。はい、お疲れ様です。はい、こちらには5981ます、どうぞ。はい、59ありがとうございます。こちらごめんなさい、すいません、ちょっと51ですね。こちらはね、あの会場の中です。あの店員運動かアイコムのブースの、ね、近くの座るところが、そこから出ております。7キロ5、私先ほどまで行ってね、これ行って今帰ってきたところですけどね、聞いて品川区で、もう目と鼻の先からですね、こちらからもオルソ5959を送ります。J1VUJ ポータブル、JJ1 シエラタンゴデルタモービルどうぞ。はい、JJ1STD 局、はい、お疲れ様です。モービルですね。こちら J1VUJ ポータブル。はい、東京都ビッグサイ、あ、東京都ビッグサイト、東京都江東区のね、ビッグサイト西館屋上から加藤ですね。はい、お疲れ様ですね。ちょっと今雨ね、ポツポツ降ってますけどね。こちら向かってるでしょうかね。はい、レポート次回送ります、どうぞ。はい、6です。J1VUJ ポータブル版、JJ1STD モービルです。はい、もうちょいで会場着きます。はい、ちょっともう握り前来たんでね、警察に行くと、もう、待ってて。はい、5959です。ちょっと今、すごいですね、すごいです。何かなと思って、大きな人、どうぞ。はい、ごきありがとうございますね。こちらからごめんなさい、53ですね。はい、もう少しということでね、了解しました。はい。雨降ってきたんで、ちょっとね、撤退しようかなと思ってましたよね。はい、また着いたらね、LINE 等でね、ご連絡くださいね。ありがとうございました。またね、後でよろしくお願いします。はい、サラさんありがとうございました。またお願いします。失礼します。はい、今ね、それで7曲ね、計算できましたね。1200はやっぱり、ハムフェアでもあんまり人はいないですね。いやー、結構賑わってましたね。
クラブブースのジャンクはちょっとね、あんまり触手が動くものはなかったですね。いや、アイコムの IC905、欲しいけど多分高いですよね、あれね。噂では50万円なんで、ちょっと買えなそうですね。会場内でね、いろんな曲とアイボールでできました。アイボールしていただいた各局ね、ありがとうございました。ということで今回ね、ハムフェア2022参加してきました。ありがとうございました。